連合艦隊は、1981年8月8日に、劇場風切り公開された、東方映画製作、東方配給の特撮戦争映画である。カラー、ビスタビジョン、ドルビーステレオ、145分。1940年、連合艦隊司令長官、山本五十六らの反対にもかかわらず、時の海軍大臣、及川小四郎の、やむを得ないの一言により、 日独一三国軍事同盟が締結された。その頃、船大区の小田切竹一は、息子の正人が海軍兵学校に合格したので宇頂展になっていた。18年間の海軍勤務でも、巡視官止まりであった竹一は、正人の将来の出世は約束されたと信じて、疑わなかった。翌1941年の春。 海軍中尉に昇進した本郷栄一は学問の道を志す弟の信二が参考に合格したことを奈良博物館の館長である父親の直樹や婚約者である早瀬陽子と共に喜んでいた。やがてドイツの大祖戦々復告や日本軍の南部仏印への進出、そしてそれに対するアメリカの対日制裁を受けとしての日本への資源の禁輸などが始まると、 世界情勢は日ごとに緊迫の動を強め、対アメリカ戦争の予感は現実味を帯びてきた。日米協調派である山本は、もしも日米海戦となった場合でも、早期和平を実現させるために、アメリカ太平洋艦隊の本拠地である、ハワイオアフ島の真珠湾を空母機動部隊により、奇襲するという作戦計画を立てた。やがて、日米交渉が決立し、 1941年12月8日、真珠湾攻撃が行われた。A1 は空母随格飛行隊の99式、艦上爆撃機部隊の搭乗員の一員として、真珠湾攻撃に参加し、真珠湾に停泊中のアメリカ太平洋艦隊が壊滅的打撃を受けるのを興奮の面持ちで見つめていたが、そこに空母の影は一石もなかった。同じ頃、 5年の歳月と造船技術の域を集めて、極秘のうちに建造されていた戦艦、ヤマトが竣工した。翌1942年2月、ヤマトは連合艦隊の機関となり、山本長官以下、連合艦隊司令部が乗り組んだ。ヤマトの乗組員の中には、予備役から王将、ヤマトの工作家分大使として海軍に復職した、海軍兵装長、竹一の姿もあった。 日本軍の破竹の快進撃が続く中、同年4月18日のアメリカ空母ホーネットから発進した B-25 爆撃機の編隊による日本本土発空襲の衝撃を受けた軍令部は空母を含むアメリカ太平洋艦隊の残存部隊を全滅させるという山本のミッドウェイ攻略作戦案を了承し、5月下旬、連合艦隊の主力部隊は ミッドウェイ島沖に向けて出撃した。しかし、6月5日6日のミッドウェイ海戦では、事前に日本軍側の作戦情報を入手していた。アメリカ軍の待ち伏せにより、日本海軍は主力空母4隻を失い、ミッドウェイ攻略作戦は大失敗に終わり、戦局は自利品の消耗戦へと突入していった。本作は、日米海戦前年のひどくい三国軍事同盟の、 締結から始まり、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、南太平洋海戦、ソロモン諸島攻防戦、山本五十六の戦士、霊帝沖海戦などを経て、沖縄水上特攻作戦に向かった戦艦ヤマトが、棒の岬沖海空戦で壮絶な最後を遂げるまでの太平洋戦争における連合艦隊の崩壊とその陰影をダイジェストながらも変練史として描いた初めての作品であり、 東方の、そして、少林総計監督自身の戦争映画の集大成として制作された映画。世界第3位の規模を誇った、旧日本海軍の連合艦隊が、1940年の、ひどくい三国同盟調印により、第二次世界大戦イコール太平洋戦争海戦に、至り、約5年後の戦艦山和撃沈によって、その終焉を迎えるに至るまでの軌跡を、 姿勢の二つの家族を中心にして描いた作品であり、演画の三崎沖海戦を映画で取り上げた初めての作品である。それまでの太平洋戦争をテーマにした戦争映画では山本五十六などのような歴史に名を残す軍人を描いたものが多かったが、本作は本郷家と小田切屋という連合艦隊に関わった二つの架空の家族を中心にして、 この時代と世相を描いている。実質的な主役は、本郷栄一、本郷真二、小田切武一、小田切正人の4人である。本作で、この、姿勢の目から見た、戦争映画という様式が取られた背景には、監督の勝林総慶と脚本家の須崎克也に、共通する、ある思い入れが介在している。両者は共に、旧海軍の出身だが、彼らが過去に、 東方で制作に関わった戦争映画はいずれも英雄譚としての性格が強いものばかりだった。そのため、かねてより現在の日本の繁栄は無名の英霊たちの犠牲の上に成り立っているのではないか、息子たちを戦場に送り出した父母の思いはいかがだったのか、という疑問を抱いていたのだという。東映所属俳優である鶴田浩二が ハワイミッドウェイ大会空戦太平洋の嵐以来21年ぶりに東方戦争映画出演。特攻をテーマとした東映戦争映画に多く出演した鶴田は当作品でも水上特攻部隊指揮官である伊藤誠一中将を演じた。真次、陽子の長男は本作のチーフ助監督を務めた井上秀幸の子息を起用したと。 DVD ブルーレイ収録のオーディオコメンタリーにて松林監督が明かしている。戦争映画にかけてはドルバコ8.15シリーズで実績がある東宝は東映画203高地を制作中に大ヒットは間違いないと予想し203高地が封切られた1980年夏には本作の制作を決定して準備を急ぎ1981年夏の公開を 決定した。東映は203高地に続き、戦記物第2弾として大日本帝国を用意したが、東映でこしらえたブームを東方にさらわれた格好になり、競合を避けて大日本帝国を1年先延ばして公開した。制作費は当時としては破格の10億円。この映画で使われた戦艦ヤマトの模型は、 石川島リマ重工業の子会社によって9000万円の製作費を費やして縮尺1、20のものが作られた。船体は IHI クラフトが環境や煙突、砲塔やマストなどの上部構造物は東方美術と東方特殊美術が製作し、1981年1月20日に完成し、浸水式が行われた。 2005年に開館した呉市海事歴史科学館で1、10の模型が公開されるまでは最大の大和の模型であった。この1、20の大和の模型は小型魚専用の水冷ディーゼルエンジンを動力とし、船体内部に3人が入って時速6ノットで自力航行できただけでなく、火薬とラジコン装置を用いて46センチメートル3連装手法の発射シーンを再現することもできた。 船体の前方にも火事がついており、プール内で楽に回答できるようになっている。なお、棒の岬沖海戦の戦闘シーンのうち、円形や爆鎮のシーンなどの撮影では、東方特殊美術が中心になって制作した縮尺140の模型が使用された。13メートルサイズの超大型のミニチュアが作られた、最大の理由は、 東方撮影所敷地内の特撮用大プールではなく、外洋で撮影するためであった。しかし、この当時、船舶法などの関連法令の改正により、13メートルを超える船舶の会場での航行には、船舶への公開標識等の設置、並びに、船長や無線士の資格を持つ者が操船することなどが必要となっていて、結局、三浦半島沖での外洋ロケは見送られ、 特撮用大プールでの撮影のみとなり、中野昭義特技監督が思い描いたヘリコプターからの空撮は実現できなかった。空母随格についても小型漁船用のディーゼルエンジンを動力とし、船体内部に一人が入って自力航行できる模型が東方特殊美術で製作された。神奈川県茅ヶ崎市の柳島海岸に随格の環境や飛行艦板、 対空機銃などが実物大セットで再現された。また、東方撮影所の敷地内には、大和の環境下部周りや広角砲、シールド付けの2 5ト、mm、ル3連装機銃が並ぶ、船体中央部の最上甲板、一番副砲、さらに、環境最上部などが実物大セットで再現された。東方撮影所のスタジオ内には、 随格の環状企画濃厚乾板や環境内部、並びに、ヤマトの第一環境内部や、司令長官室などが、セットで再現された。船の科学館に展示されていた1、20戦艦ヤマト模型本作のために制作された、宿舎1、20のヤマトの模型は、撮影終了後に、東武動物公園に寄贈され、直後にテレビドラマの撮影にも使用された。その後、 船の科学館に譲渡されて長らく玄関脇の屋外に展示されていたが2004年の年末に暴風雨によって横転し上部構造物が損壊修理不能と判断され解体廃棄された本作でヤマトが初登場するシーンではこれまでほとんどの映像作品で描かれることがなかった2番3番複法を備えた最初期の偽装を復元している 本作でのヤマトやズ格などのミニチュア撮影は、あえて波の縮尺を度外視して、大きくした磯波で演出されている。これは、特技監督の中野明義が、迫力にこだわりたいと意図したものである。また、背景の空が鈍天なのも、悲劇性を強調してのものであった。ラストシーンでのヤマトの大爆発シーンでは、ヤマトの環境を凌駕する派手な爆発の炎が話題と、 なったが、この爆発の撮影は、一度目のものは中野が、爆発は良いが波が気に入らないということとなったため、改めて撮り直され、磯波で撮り直した2テーク目が採用された。当時、この爆発の火柱が大きすぎるのではないかと指摘があったが、中野は、それは間違い。実際はあんなものじゃなく、船の2倍くらいの大きな火柱が上がっているとコメントしている。中野は、 この爆発について、日本の尊厳に思いを馳せた花のイメージであったと語っている。この大爆発シーンには、乗組員の描写がないが、これも中野によると、ヤマトが主役だからとの趣旨による。棒の三崎沖海戦のシーンで、ヤマトの最後の艦長、有賀ガ工作大佐が着ているのは、彼が実際に着用していた、当時の略装、第三種軍装ではなく、通常軍服の、 第一種軍装である。これは、せめて映画の中では、死に装束を着せてやりたかったという松林監督の願いを反映したもの。松林は1963年に監督した太平洋の翼の中でも、アリが艦長に同じ贈り物をしている。霊天沖海戦のシーンに登場する、ヨカレン出身の少年飛行兵、中鉢二等飛行兵装の名は、 松林監督の海軍時代に実際の部下だった中鉢一等水兵という実在の戦勝死した少年兵の名に由来している。配給収入は19億円で1981年に公開された日本映画の中では興行収入、動員数ともに第一位を記録し大ヒット映画となった。DVD と BD のいずれも東方から発売された。ただしソフトには 真珠湾攻撃のシーンが異なる2種類のバージョンが存在する。本来の劇場公開版及びテレビ放映版では、真珠湾攻撃のシーンなどは1970年に公開された20世紀フォックスの日米合作映画、トラトラトラの真珠湾攻撃のシーンと、1960年公開の東方映画、ハワイミッドウェイ大海空戦太平洋の嵐の 特撮シーンのフィルムを併用して流用していたが、ソフト化する際の契約を20世紀フォックスと交わしていなかったため、後のビデオソフト化の際には、新ワン攻撃のシーンなどは、全面的にハワイミッドウェー大海空戦太平洋の嵐の新ワン攻撃の特撮シーンのフィルムと差し替えられている。その後、2003年に発売された DVD でも同様で、 真珠湾攻撃のシーンなどは差し替えられている。また、上記の理由で同じくトラトラトラの映像を使用した本作品の特報と劇場予告編は未収録である。最初の DVD 版の両方がいずれもノーカットで放送されている。2009年11月22日には20世紀フォックスとの間での判権問題が解決したことにより本来の トラトラトラの真珠湾攻撃シーンなどの映像も使用されている劇場公開版が BD ソフトとして発売された。トラトラトラからの流用シーンの映像も使用された劇場公開版の映像ソフト商品化はこれが初めてであった。2010年1月22日には同じく劇場公開版の DVD ソフトも発売された。今まで未収録であった特報と 劇場予告編も収録されている。これにより映像が差し替えられていた従来の DVD は生産を終了し廃盤となった。作詞、作曲、谷村真嗣編曲、服部勝克久本作で撮影された大和の高校シーンや戦闘シーンなどの特撮映像の一部は終戦45周年を記念して東宝が制作した日本の3時間単発テレビドラマに 転用された。放送はいずれも1990年8月で本作のテレビ放映に続く形で2週間以内に相次いで放送された。本文中に気質のものは除く。ありがとうございます。